Hello everybody, and a quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation. ボールファンの皆さん、こんにちは。勝利に向け2チームが全てをかけてぶつかり合います。運命の女神は果たしてどちらに微笑むのか、注目のマッチです。この時間はリファーレン長崎対スウェーデン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。リファーレン長崎対スウェーデン、長崎は強豪と呼ばれるチームと今日は戦うことになります。まあおそらく予想しているよりもさらに1枚2枚サワード。さて北澤さん、今日のこのゲーム注目すべき選手を教えてください。そうですね、トリッピアですよね。彼といえばやはり右足の精度ですよね。クロスからの得点のチャンスはもちろん期待できますし、ビルドアップの面でもボールの出口、組み立ての中心、シュート、いやー今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。ルークショー、ブルーノ・フェルナンデス。前半序盤、今日は両チームとも1本ずつシュートを放っています。立ち上がりから両チームともフィニッシュまでの形はできてますよね。点の取り合いを期待したいところですね。仕掛けるか、インターセプト。スウェーデンはここクリアで難を逃れます。これはカット、アレクサンダー・アーノルド。スウェーデンカウンターを仕掛けます。さあ右へ預けて、あ、いい展開ですね。ここはディフェンスの対応、奥井、このボール奪いに行きます。ネイマールからロビー・キーン、まあ、中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。サイドのスペースを使いますが通りませんでした。ネイマール、一気に前線にボールを送る、ネイマール、お、これいいですよ。ルークショー、攻撃面でも貢献のできる選手です。まだこの前半スコアに動きは見られません。
このボールはカットされます。トリッピアからロビー・キーン、スペースを狙う、抜けるか、高橋から縦へ長いボール、さあここでカウンター、審判流しました。カマビンガ、アキノからトクラ、さあカウンタースピードを上げたいところ、対応します。さあカウンターを仕掛けます。動きましたよ。ウパメカノ、このボールをカットします。積極的なディフェンス、澤田から柔らかいパス、オフサイドか。エジガルジュニオ、さあエジガルジュニオパスでつないで攻め込んでいきます。ルークショー、さあアレクサンダーアーノルド、シュートもあります。マウド、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。カマビンガから右サイド、奥井から前線にボールを送ります。いいですよ、ポジション切り替え。澤田へスルーパスを狙う、これはいませんでした。ウパメカン、アレクサンダーアーノルドへ、ネイマール裏へのスルーパス、奪いに行きます。さあ一気にカウンター。 There will be 1 minute さあつながるか、いいボール入りますよ。澤田へ上げてくる、どうだと呼んでいた、カウンターですよ。ここで前半の45分が終了しました。まだスコアレスです。さあ北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。消耗してきている中で選手起用、そういった形でどうするかですね。もう本当に変えることによってね、本当に勝負どころになる可能性ももちろんありますしね。ただ変えたことによって今までのバランスを崩してしまうこともありますからね。ビファーレン長崎対スウェーデン、0対0のまま折り返します。サブスタチューションズテイキングプレイス、後半スタートです。0対0で折り返しです。長崎としてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。トクラから右へ、さあカウンターだ、裏を狙う、これを読んでいた、スペースへ、スペースにいいボール出たんですけどもね。ここは抜かせません。澤田、カマビンガ、カットに行きます。スペースを使う高橋、ここはカットします。増山、長崎、カウンターを仕掛けていきます。流れを止めます。右サイドへ振って外側から攻めていく、これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。今日これが初めてのコーナーキックです。これはクリア、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。自分で行く、上げる、ボールはクリア、ここは競り勝ちます。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。とフリーだ、シュート、決まった、先制、スウェーデン、ようやく均衡を破ります、スウェーデン。
スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。一瞬オフサイドかなと思ったんですけどね。タイミング完璧でしたよね。シュートも落ち着いてましたし、いいゴールでしたね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。いや、欲しかった先制点をいい時間帯に取れましたよね、はい、これでこの後半だいぶ戦いやすくなりましたよね。ここも堅い守りでボールを奪います。これは積極的なチェック。両チーム同じタイミングで動いてきます。抜けてくる、ファティから左サイド、さあファティ、このセカンドボールは、さあカウンターのチャンスになります。クリスティアーノ、エジガルジュニオから右へ、スウェーデンは先ほどから前線に何枚か選手が残っていますね。そうですね、前の方で虎視眈々とカウンターを狙っている感じですよね。しかし北澤さん、味方の選手からすると守備の人数が足りないですよね。で、一人一人の負担が増えてしまうのではないでしょうか。まあ確かにそうなんですけどもね、逆にボールを奪った時には、まずこの選手に出せばいいので、気が楽な分もあると思いますけどね、前線の選手に預けさえすれば、とりあえずラインも上げられますからね、はい、そうですね。トリッピアからムバッペ、ここでマッチアップ、キーパーからのロングフィード、縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。裏のスペースを狙う、富澤こぼれた、エジガルジュニオ、さあカウンターを仕掛けます。クリスティアーノから右サイド、長崎としてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたかね。もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。あ、いいボールだ、シュート、フィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を外れていきました。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。スウェーデン、今のカウンターは危なかったですよね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ここは読んでいました、スルーパスを出す。いや、展開早くなってましたね。このボールはつながりません。いい攻撃の形は作れてますよね。このまま終わるわけにはいかないですからね。トクラ通るのか、このパス。長崎としてはまだ時間ありますからね。形は作れているので、なんとか1点こじ開けたいですよね。さあここでカウンター、カマビンガ、このボールに触ります。長崎としては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。スウェーデン、カウンターを仕掛けます。ムバッペ、これはどうだ、さあ打てるか、エリア内に守備です。手元の時計ではもう時間がありません。アディショナルタイムは2分という表示。笛です。1対0、長崎1対0で敗れました。追いつけませんでした。さて北澤さん、
今日の試合ですが、どうご覧になりましたか。長崎としては後半に入ってディフェンスが崩れてしまいましたね。けどそこまでの守りは悪くなかったですから、やはりもう少し得点力を上げていきたいところですよね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時が来ました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が1対0で敗れています。Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety. チームしのぎを削るこの大会、目標達成に近づけるのは果たしてどちらでしょうか。注目の一戦です。この時間はビパーレン長崎対 AC ミラン、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームは e フットボールスタジアムで行われます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。ビパーレン長崎対 AC ミラー、長崎は今日は強豪と呼ばれるチームと、シュート、クリア。このピンチをなんとか出します。イニエスタが出場していますが、この人のプレーは今日も楽しみですね。あのしなやかな身のこなしですよね、はい、ボールコントロールにパスと全てが一気にいいんですよね。プレーだけでなくその穏やかな人柄も世界中で称賛されているんですよね。はい、チームメイトだけじゃなく対戦相手も彼のことはリスペクトしてますよね。どんな人にも常に敬意を持って接する素晴らしい紳士ですよね。そうですよね、柔らかな笑顔から人の良さがにじみ出ます。プレーと人間性、すべてを兼ね備えた天才に注目です。さあ、カウンタースピードを上げたいところ、奥井からエジガルジュニオ、
このボール奪いに行きます。かわしたシュート。いやわずかに右へそれました。いやいいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。イニエスタ、ここは繋がりません。長崎カウンターを仕掛けます。とこれは繋がりません。ビエラ、レスタ、流れを止めます。インターセプトを狙う名倉、ロングボールで展開。富安、このボールをカットします。裏を狙っていきます。エジガルジュニオからフワンマン、フワンマン、さあフリーだ、頭決まった。先制長崎、ミラン相手に先制点をもぎ取ります。美しいカウンターからのフィニッシュでした。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。さあ長崎、価値のあるゴールが決まりました。サポーターもテンション上がりますし、選手もそれにさらに応えたいという気持ちがあるんでしょうから、ここからまた乗ってくるんじゃないでしょうかね。 AC ミラン、カウンターを仕掛けていきます。さあカウンターのチャンスになります。富安、ここはカットします。クライフ、どうする。レスタ、メッシー、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。さあゴールに向かっていくメッシー、しかしこれよく止めましたね。これは素晴らしい反応でしたね。いやー展開早くなってましたね。今津、クライフ、ここは読んでいました。さあ一気にカウンター。イニエスタ、メッシ、イニエスタ、メッシ、さあつながるか。メッシ、これ仕掛けるか。このパスを受ける、中心ファウルを取りました。たまらず行ってしまいましたね。これはいい位置です。直接狙える距離ではないでしょうか。いやー見どころですよね。ここはよく止めた。セカンド拾えるか。どうだ、ビエラへミドル、これは惜しい。まあ、距離関係なくシュートとフィニッシュする意識の高さが大事なんですよね。高に渡る、バーへのボール。さあコーナーキック、ミラン。このファーストハーフ最初のコーナーキックはミラン。キーパーこれよく止めましたね。難しいボールでしたけどもね。いやよく止めましたよね。大きなピンチでしたがチームを救いました。 AC ミランはコーナーキック2本目。ヘッドだ、触った。いやこれはナイスセーブ。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。AC ミランは今日3本目のコーナーです。
ヘディング。クロスバーの少し上。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。オフサイドですね。ここはすぐ奪い返します。レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。前半から得点が動いています。北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。ミランとしては相手の速い攻撃に対してうまく対応しきれなかった前半でしたね。リファーレン長崎対 AC ミラン。長崎が前半終わって1対0リードで折り返します。セカンドハーフ見ていきましょう。長崎としてはここで守ろうと思ってしまうと向こうにペースを握られてしまいますからね。そのあたりゲームの進め方は慎重にいきたいですよね。フリット、フリーで受けた、来た、来た、シュート、来た、取って、ミラン、このゴールで追いつきました。いや、これは面白い展開になりましたよね。これはディフェンダーにディフレクション、そのままゴールに吸い込まれました。ミラン同点に持ち込みました。いや、これは面白いゲームですよね。追いついた方が勢いがあるので若干有利かなと思いますけども、ちょっとどっちに転ぶのか難しい展開ですよね。さあ、タカシュート、原田、さあこぼれた。宮城、長崎はロングカウンターが特徴ということなんですが、この戦術どのあたりが重要になってくるんでしょうか。まずはしっかりブロックを作ってボールを奪うことですよね。そこから前線に向かってロングボールを入れていくんですけども、やはりそこのボールの質、タイミングというのが大事になりますよね。前線の選手との息が合っていないとチャンスを作り出すことはできないということなんですね。そうですね、出し手と受け手のコンビネーションというのは重要になりますよね。そうですね。フワンマ、名倉、どうだ、さあチャンス、シュート、いやー勝ち越し、長崎得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。エジガルジュリオ、今日2点目です。さあ長崎、勝利に向けて一本抜け出しました。ミランとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、攻めに集中してスタミナ消費を抑えてるんですよね。なるほど、そうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうか。そうですね、守備の際に前線の選手が相手を追わなくなると、味方のディフェンダーは高い位置からパスコースを限定しづらくなりますからね。まあその分カウンターでの威力は驚異的ですよね。両チーム同じタイミングで動いてきます。この状況ですからね、リードしているうちに選手交代で変化をつけたいということでしょうね。サイドを使います。いいボール入りますよ。サブスティチューションインプログレス、サイドへ、ここは返す、マルディーニ、スピードアップしたいですよ。ここは自分で行く、狙えるか、
ここからカウンター早いでしょ。仕掛けるか。香川抜けてくる。自分で持っていく。これを読んでいた。ここはクリア。落ち着いて対応します。いい攻撃の形は作れてますよね。このまま終わるわけにはいかないですからね。川島切り替えも早いですよ。キーパーからロングボール。中田へ。マラドーナ。この辺の駆け引きはやっぱり見ていてワクワクしますよね。長崎はここクリアで難を逃れます。さあカウンターだ。さあクリスティアーノインターセプト。ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったんですけど、うまく止めましたよね。エティガルジュニオ。さあカウンターを仕掛けます。ボールのどこのパス。今日は対面でのホイッスルまで北澤さん、耐え切りたいでしょうね。そうですね。自分たちより上に位置するチーム相手に対してここまでの結果ですからね。このまま終われば見事ですけどもね。ミランとしては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。さあここでカウンター。もっといいボールでしょ。さあ中田中央へ。守備陣クリアの対応です。カウンターですよ。うわ展開早くなってきましたね。澤田から柔らかいパス。これは届くか。ランナー。やはり彼が立ちはだかります。さすがのプレーでしたね。何、そして守り切った。ここで試合終了。2対1、長崎1点差で勝利。かろうじて勝ちました。エディガルジュニア、今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。さあ試合が終わりました。いや非常にいい試合でしたね。持ち味を発揮しながらね、素晴らしい攻撃を見せてくれましたよね。特にこう中盤の攻防、非常に見応えありましたよね。はい、そうですね。さあそろそろお別れの時が来ました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が2対1で見事勝利しています。
just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety.このゲーム、条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。この時間はビファーレン長崎対サガン鳥栖、こちらの一戦をお届けいたします。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。ビファーレン長崎対サガン鳥栖、サイドを紹介します。向かって右側が鳥栖、左側が長崎。前線へロングボール、さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。長崎カウンターを仕掛けます。ファビーニョ、このボールに触ります。さて北澤さん、今日のこのゲーム注目すべき選手を教えてください。カルバハルですね。ダイナミックなプレーとか90分ハードワークできるスタミナというところが彼の魅力ですよね。積極的な攻撃参加からクロスを上げられますし、守備の時も相手に競り勝てる強さを持ってますよね。こういうチームのために走れる選手というのは貴重だと思いますけどね。相手にとってはこのエリアをどう崩していくのかがポイントになりそうです。このマッチアップどうなる。サラー、いいディフェンスです。さあエジガルジュニオ、これは合いません。スペースを使う米田、長崎カウンターを仕掛けていきます。スルーパス、どうだ、ヘディング、シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。トス、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。メジカルジュニオ、さあカウンターのチャンスになります。エースを狙った、ここは笛が鳴ります。さあ前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。エジガルジュニオからクリスティアーノ、このボール奪いに行きます。ペドリ、ネイマールに渡る、積極的な守備を見せます。スピード上がってきますよ。クロスを選択、クリアです。エジガルジュニオ、ペドリ、インターセプトを狙う。エジガルジュニオ、右サイドへ振って、さあカウンタースピードを上げたいところ、抜けてくる、
カウンターですよ。ベンゼマから右サイド、サラーへ。どうだ、危ないシーンでしたがクリアの対応。クリスティアーノ、カウンターですよ。エジガルジュニオへ。ここは繋がりません。スペースいいボール出たんですけどもね。さあここでカウンター、ネイマールからモイセス・カイセド。このボールに触ります。奪いに行きます。桑崎、エジガル・ジュニオ、今週の組み替えも早いですよ。カルバハル、カットに行きます。いや少しいい形になりかけたんですけどもね。サラーへ、いいディフェンス。ファールありません。ネイマールに渡る、ここは競り勝ちます。いや展開早くなってきましたね。さあエジガルジュニオ、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。カルバハル、大きくサイドチェンジ。こういった逆サイドのアプローチは単に枚数が少ないからだけではなくて、中央を散らしてスペースを作りやすくする役割もありますからね。いい展開ですよね。直接狙うにはちょっと遠いか。おっと、素晴らしいシュートだったんですがここで笛。前半0対0。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。長崎としては前半をゼロで抑えるということがテーマでもあったように見えたので、そういった意味ではまあまあの前半だったんじゃないでしょうかね。ビファーレン長崎対サガン鳥栖、0対0のまま折り返します。後半です。長崎としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど。クリスティアーノ、裏のスペースを狙う。さあつながるか。サラトスボール、サラーからカルバハル、すぐ上げる。長崎はここクリアで難を逃れます。加藤、左サイドのドリブル、勝負のシーン、これを読んでいた。アリソンからサラー、右サイドから上がります。これはペドリ、これは合いません。エジガルジュニオ、この位置で受ける。トス、カウンターのピンチを脱したというシーンでした。はい、よく止めましたよね。ここで一旦リセットして落ち着きたいですよね。右サイドへ振って、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。カイセド、コスとしては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね。また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね、はい、ここはすぐ奪い返します。ここはクリア、落ち着いて対応します。これは届くか。さあカウンターを仕掛ける、スルーパスを出す、インターセプト。さあ右へ預けて、スピードアップしたいですよ。ここはペドリが受ける、奥井、このボールをカットします。ペドリからのスルーパスをカットしました。柔らかいボール、テオエルナンデス、ここはつながりません。
さあカウンター、この時間に1点が欲しい。ワイドに使ってきます、裏を狙っていきます、いいとこ入りますよ。サラへのボール、サラ上げる、あとこのパスを受ける、このボールは狙った、際どいボール。まあ、もともとミドルが得意なプレーですから、もう隙があれば打ってきますよね。カイセドミドルシュートを打ってきました。さあカウンターを仕掛けるグレーメル、このボールをカットします、ベンゼマからモイセス・カイセド、前線が長いボール、さあカウンター、この時間に1点が欲しい。澤田からのスルーパスは通りませんでした。ファビーニョ、ファビーニョから長いボール、インターセプトを狙う、これは積極的なチェック、ペドリから左へ、裏のスペースを狙う、上げてくる、もう一度上げる、ここはディフェンスの対応、ネイマールに渡る、もう一度中、触る、今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けて、まあ、決定機につなげたいですよね。うわ、展開早くなってきましたね。どうだ、いけるか、裏へ届くか、シュート、ポストに当たる、ペドリ、残り時間少ないですからね、この状況での戦い方どうしますかね。さあ、ここに選手交代があるようです。カルバハル、カルバハルが上げる、これはクリア、裏へ出るか、テオエルナンデス、時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。ここからカウンター早いでしょ。さあクリスチアーノ、残り時間少ないですからね、この状況でのここで笛です。0対0、目標達成まで一歩及ばず、このゲーム引き分けでコンペティションも敗退ということになります。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。長崎としてはちょっと勝ちきれなかったですよね。今日のこの引き分けという結果を踏まえて、またチームで課題を乗り越えて挑戦してほしいですよね。はい、そうですね。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。長崎が残念ながらここで敗退です。
security staff for each block. Please report to the staff room immediately.各チームしのぎを削るこの大会、熱戦を勝ち抜くことはできるのか、プライドをかけた戦いの始まりです。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。この時間はビファーレン長崎対マンチェスターユナイテッド、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。ビファーレン長崎対マンチェスターユナイテッド、長崎は今日は強豪と呼ばれるチームとのマッチになります。まあおそらく予想しているよりもさらに1枚2枚相手は上手に来ますから ね、それにきちんと対応できるプランが今日は必要でしょうね、はい、大事なのはいくら相手が強かろうと自分たちのサッカーを崩さないことですよね。なるほど。デブライネ、デブライネからホーランド、うわ展開早くなってきましたね。ルーパスを出す。さあ北澤さん、この試合一番気になる選手を挙げると誰になりましょうか。デブライネですよね。やっぱり彼がピッチにいると存在感がありますよね。パスの精度、ボールコントロールの高さは言うまでもないですし、サポーターもあのスルーパスを見たくてスタジアムに来てるでしょうからね。このゲームでもどんな驚きのプレーを見せてくれるのか楽しみですよね。はい、今日はどんなプレーを私たちに見せてくれるのか楽しみですね。澤田、さあこのセカンドボール奪い返します。素早いパスで攻め上がっていきます。さあ左サイドへ、デブライネが受ける。カマビンガ、まあ落ち着いた試合の入りですよね。まだ両チームともシュートもありませんから、どっちが先に攻撃のスイッチを入れてくるのか注目ですよね。デフライ、ここは読んでいました。チュアメニからアントニ、ブルーノ・フェルナンデス、チュアメニから左へ、ムバッペ、ここですね。さあチュアメニ必死のクリアですよね。さあ右へ預けて、チュアメニからアントニ、パバール。長崎はロングカウンターが特徴ということなんですが、この戦術どのあたりが重要になってくるんでしょうか。まずはしっかりブロックを作ってボールを奪うことですよね、はい、そこから前線に向かってロングボールを入れていくんですけども、やはりそこのボールの質、タイミング、デブライネなんと止めた。いや北澤さん、これはいいセーブでしたね。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。大きなピンチでしたがチームを救いました。ここはディフェンスの対応、オフサイドです。前半28分を過ぎたところです。
これは奪い返します。エジガルジュニオ、エジガルジュニオから澤田、ブルーノ・フェルナンデス、ここはすぐ奪い返します。カマビンガへ、カマビンガ、ワシの切り替えも早いですよ。さあフワンマ、フワンマ、このボールには合いません。ムバッペ、シュワメリ、両チームともまだファーストハーフここまでは0対0。ハバールへ、このボールをカットします。これは旗が上がっています。これは合いません。澤田へ、ここはつながりません。主審流します。パバール、チャンスになる、これは合いません。ブルーノ・フェルナンデスから左サイド、ムバッペへ、カマビンガ、カットに行きます。エジガルジュニオ、ここで長いホイッスル、前半終了です。まだスコアレスです。さて北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。長崎としてはまだシュート1本も打ってないんですよね。シュートコースの開け方、スペースの作り方なんかにもう少し工夫が必要かもしれませんね。ビファーレン長崎対マンチェスターユナイテッド、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。後半です。長崎としては早めに仕掛けていきたいでしょう ね。ここまで思うように試合をコントロールできてませんからね。はい、シュワメリ、ここから打った、いやパワフルなシュートで狙ってきました。いやすごいシュートでしたね。思い切って狙ってきましたよね。ポーランドからブルーノ・フェルナンデス、ブルーノ・フェルナンデスからアントニ、アントニからチュアメニ、デブライネ、ファンバ、宮城、さあ一気にカウンター、高橋、これは奪い返します。アントニー、ハバールへ、組み立てながら攻め上がっていく、ブルーノ・フェルナンデスへのボール、右サイドへ振って、おこれいいですよ、上げてくる、どうだ、マンチェスター・ユナイテッドは2本目のコーナーキック、キーパー、さあアントニー上げてくる、クリア、このピンチをなんとか出します。ポーランド、これは届くか、スピード上がってきますよ。シュワメニ、このボールに触ります。ブルーノ・フェルナンデスからホーランド、ムバッペが受ける、ムバッペからブルーノ・フェルナンデス、フワンマ、
さあカウンタースピードを上げたいところ、どうだシュート、決まった先制、長崎ようやく均衡を破ります。長崎得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。さあ長崎1対0先制しています。先制できたのでシュート、しかしこれよく止めましたね。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。決定機を阻止しました。マンチェスターユナイテッド今日3本目のコーナーです。頭まで来た、これは惜しい。秋野このボールをカットします。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。アカンジ、ここは一旦バックパス、エデルソン大きく前線へ、これはファールではありませんでした。アキノ流れを止めます。ブルーノ・フェルナンデスインターセプトを狙う。アカンジここはカットします。さあ左へ預けて、マンチェスターユナイテッドとしてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたかね。もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。パバールから右サイド、ポーランドへ、奪い返します。アカンジ、長崎はこの残り時間を北澤さんどう戦えばいいんでしょうか。まずはここでの失点は絶対に避けたい場面ですよね。決して無理をしないことが重要ですよね。時間を稼ぐ形でその都度相手に対応していくのがいいと思いますけどもね。ボールはクリア、長崎カウンターを仕掛けていきます。シュート来た、長崎これがダメ押しゴールになるのか。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。フアンマ今日2点目のゴールです。さあ長崎これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。これで2点差ですからね、はい、もう時間もないですから、これが試合を決定づけるってなるかもしれませんよね。そうですね、スライディング危険なプレーのようにも取れましたが笛はありません。ホープマイナースドリブルで上がる、さあここでカウンター、ここで笛です。2対0長崎勝利を収めました。ファンマ今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。北澤さん本日のゲームいかがでしたか。長崎としては後半になってボールもよく回せてましたし、うまく試合をコントロールできてましたよね。ハーフタイムでの軌道修正がバッチリハマったということでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。
解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。長崎が2対0で見事勝利しています。And we come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football. このゲーム、条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。本日のゲームはイーストボールスタジアムで行われます。この時間は FC 東京対ビファーレン長崎、こちらの一戦をお届けいたします。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム、好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。 FC 東京対ビファーレン長崎、サイドの紹介です。右側が長崎、左側が FC 東京。
このゲーム最後尾にはイケルカシージャスが立っています。シュートへの反応と1対1の強さはさすがですよね。まさに一時代を築きましたよね。はい、スペインを世界一に導き、クラブでも欧州の頂点に立っていますよね。彼のおかげで勝てた試合は数えきれないですよね。大舞台で輝く、そんな勝負強さがありましたね。イケルはゴールを割らせない、その背中にオーラが漂っています。ベリンガム、デクランライスから左サイド、このマッチアップどうなる。ベリンガム、ベリンガムから右へ。この序盤まずは両チームともシュートを打って勢いに乗りたいところ。メッシ、アキノ、奪いに行きます。長崎、カウンターを仕掛けます。素早いパスで攻め上がっていきます。富安、このボールをカットします。メッシから左へ。さあカウンタースピードを上げたいところ。この1対1マッチアップ面白いんですけどもね。高橋、流れを止めます。フワンマ、長崎、カウンターを仕掛けていきます。澤田、もう一度組み立てます。富安、序盤は硬い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともまだシュートまでいけてませんからね。どちらが先に仕掛けていくのか注目したいですよね。サラーからアレクサンダーアーノルド、このファーストハーフ最初のコーナーキックは FC 東京。サラー、いやクロスバーの少し上、素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。澤田、アレクサンダーアーノルド、このボールに触ります。スピード上がってきますよ。ベンゼマに渡る。長崎はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。デクランライス、富安へ、パスでつないで攻め込んでいきます。デクランライスへ、ベリンガム、ベリンガム、アレクサンダー・アーノルド、メッシ、ここはシンプルにクリアします。長崎はロングカウンターが得意という情報もありますが、注目する点はどこでしょう。やはり前線は裏の広いスペースを狙ってますから、ボールの出るタイミング、走り出すタイミングには注目したいですよね。なるほど、ボールを奪ってからのこの切り替えのタイミングが重要ということなんですね。そうですね、そこが合わないとオフサイドになったりもしますからね、はい、お互いの連携は大事になりますよね。なるほど。 FC 東京は2本目のコーナー、長崎はまだコーナーキックがありません。今ず危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ボールはクリア。スローインをカット、これは読んでいました。ベンゼマへ、トクラ、インターセプトを狙う。澤田からのスルーパスをカットしました。デクランライスから左サイド、デクランライスへ、
ベリンガムからのパース、タイミング合いませんでしたね。ファーストハーフアディショナルタイムに入りました。アレクサンダー・アーノルド、ここは読んでいました。ここで長いホイッスル、前半終了です。前半0対0。さあ北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。長崎としては今はまだ 0-0 なんですけども、内容はあまり良くなかったんですよね。というのもシュートがまだないんですよね。後半はバイタルエリアにもっと人が入っていけるような動きなんかをしていかないと、なかなかチャンスは広がらないですよね。FC 東京対ビファーレン長崎、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。長崎としては前半やや押されてましたからね、はい、多少修正は入れてきてるでしょうね。そうですね。ベリンガムからベッカム、どうだクロス、ここはディフェンスの対応。ファンマ、トクラ、ファンマ、さあカウンターのチャンスになります。アレクサンダー・アーノルド、デクラン・ライスウェイ、奪います。なかなかつながらないですよね。トクラから澤田、富安、デクラン・ライス、ネスタへ、ここは競り勝ちます。デクラン・ライス、このボールをカットします。デクラン・ライスから右サイド、アレクサンダー・アーノルドが受ける。デクラン・ライス、スルーパスを出す、ベッカムへ。あ、いい展開ですね。中央、長崎はここクリアで難を逃れます。裏を狙っていきます。アレクサンダー・アーノルド。さあゲームは60分です。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。まあ少し無理してでもね、先制点を取りに行きたい場面じゃないでしょうかね。この時間での先制点、試合を決める一発になってきますよね。ファンバ、組み立てながら攻め上がっていく。さあ左へ預けて、さあフワンバ、桑崎、さあ右へ預けて増山へ。もういいですね。低いだシュート、防いだ。メッシー、右サイドへ振って、ベンゼマからベッカム、ディフェンスをものともしません。原田、大きく前線へ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。秋野、秋野から縦へのボール、奥井、上がっていく左サイド。さあ左サイドへ、ムバッペからベンゼマ、このボール奪いに行きます。さあカウンターを仕掛ける、フワンマからトクラ、うわ、取らないですね。デクラン・ライス、富安、ムバッペ、カットに行きます。デクラン・ライスからベンゼマ、ベンゼマから右サイド、クロスを入れる。ベッカム、もう一度頭で来た、決まった、先制 FC 東京。決勝点になろうかという大きな大きな先制弾。いや、決まりましたね。クロスから頭で合わせ、決まりました。シュートもクロスも見事でしたよね。
イミング完璧でした。さあ、ここに選手交代があるようです。さあ、FC 東京先制1対0です。 FC 東京としてはこの後のゲームの締め方ですよね、はい、しっかりボールを握って相手にペースを与えないようにしたいですよね。そうですね。長崎としてはまだ時間ありますからね。形は作れているのでなんとか1点こじ開けたいですよね。これはカット奥井、ここもしっかりディフェンスしました。ドリブルで仕掛けるスルーパスを狙う。さあフリーだ、シュート、原田。 FC 東京としてはいい形作ったんですけどもね、リードしている状況なのでもう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。セルヒオ・ラモス、ベッカム、ベッカム自分で行く。残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。モドリッチ、モドリッチから右へ。ここは奪います。 FC 東京もう無理にはいきません。パスでつないで攻め込んでいきます。ここで笛です。1対0、長崎1対0で敗れました。追いつけませんでした。さて北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。長崎としては健闘したと言えるんじゃないでしょうかね。今日の結果はむしろ前向きに捉えていった方がいいと思いますけどもね。はい、そうですね。さあ、そろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。長崎が1対0で敗れています。And a quick reminder today to please take all litter to bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation.
このゲーム条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。この時間はビバーレン長崎対名古屋グランパス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。ビバーレン長崎対名古屋グランパス、このゲームの入り方は大事になりますよね、はい、立ち上がりでつまずく、頭だ、ここは大きくクリア、ピンチを出しますと呼んでいた。さあカウンターだ。ピッチに妖精が舞い降りてきました。北澤さん、ドラガンストイコビッチです。いやもうプレーの一つ一つがもはや芸術ですよね、はい、彼を見るためにスタジアムに行きたくなる、そんな選手ですよね、はい、1990年の国際大会スペイン戦ではアディショナルタイムのフリーキックを含む全得点を決め、母国をベスト8に導いています。美しいフリーキックとエリア内でハイボールをピタッと収めてディフェンダーをかわして決めたあのゴール、時が止まりましたよね。さあ彼のプレーを楽しみましょう。その右足からどんな魔法が繰り出されるのでしょうか。おっと、スルーパスを出す、ここで受ける、これを読んでいた。ストイコビッチ、秋野、カットに行きます。これはチャンスだ。さあ左サイドへ、ネイマール、ここでマッチアップ、スピードアップしたいですよ。ここは裏を狙っていきます。いいボールだ。この位置でボールを受けます。うーん、このパスはキーパーへ。クリスティアーノがパスを出しましたが意図が合いませんでした。ネイマールからサンマクシマン、これは届くか。ネイマールからサンマクシマン、バウド、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。澤田、クリスティアーノ、カウンターですよ。冨安、抜けるか。この辺のボールは非常に見応えありますよね。サンマクシマンからドロップシュート、あーボールマウスのわずかに右、ギリギリ枠に行かなかったんですけども見事なシュートでしたよね。枠に出ればゴールだったかもしれませんけどもね。クリスティアーノから左サイド、自分で行く。さあクリスティアーノ、シュート、いやー、さあ先制、長崎、見事なワンツーからのフィニッシュでした。そうですね、まあこのワンツー出したと受けての関係性、これは素晴らしかったですよね。さあ長崎、貴重な先制点を奪いました。やっぱりホームの試合は落としたくないですから、先制して主導権を握るというのは非常に大きいですね。そうですね、このボールに触ります。おっと危ない、澤田、いけるか、クリスティアーノ、さあ左へ預けて、さあ裏を狙っていきましたがこれは合いません。ストイコビッチ、これは合いません。ワンツー抜け出すか。さあカウンターのチャンスになります。ネイマールへ、インターセプト、
ここはクリア、落ち着いて対応します。澤田からクリスティアーノ、増山、本日ワンアシストです。さあここでカウンター、絶好の位置、澤田、クリスティアーノ、澤田、秋野、桑崎、There will be one minute at a time. クリスティアーノからエジガル・ジュニオ、ここで前半の45分が終了しました。45分間戦って1対0、長崎先制してそのままリードで折り返しました。いい前半でしたよね。中盤でシンプルにボールを回しながらチャンスを作ってましたよね。リファーレン長崎対名古屋グランパス、長崎が1点を先制して後半を迎えます。後半スタートです。長崎としてはリードはしてますけど、後半に入って流れが変わるってこともありますからね。立ち上がりは気をつけたいですよね。そうですよね。このマッチアップどうなる。ファビオ・カンナバーロ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。来た、これはシュート、決まった、追いついたグランパス、ここで同点に追いつきます。いや、いいですよね。これはサポーターも燃えますよね。ワンツーからのこのフィニッシュいかがでしょうか。そうですね、お互いのゴールまでのイメージが共有できてましたよね。素晴らしいコンビネーションでのワンツー突破でしたね。Substitution in progress. 名古屋が最初のメンバーチェンジを行うようです。名古屋、ここで追いつきました。いや、これは面白いゲームですよね。はい、追いついた方が勢いがあるので、若干有利かなと思いますけども、ちょっとどっちに転ぶのか難しい展開ですよね。ここからカウンター早いでしょ。さあ、左サイドへシュートチャンス。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。ここは繋がりません。長崎はロングカウンターを得意としているんですが、改めてこの戦術ちょっと解説いただけますか。後ろでしっかりブロックを作ってボールを奪ったら素早く相手の裏を狙うんですよね、はい、手数をかけずにゴールを奪うのが特徴ですよね。なるほど、前線の選手のスピードを生かすことになると思うんですが、そうなりますとこのプレーのスタートのタイミングが大事になりますよね。一本のパスで勝負が決まりますからね、はい、そのあたりディフェンスとの駆け引きだったり選手のスイッチの入れ方も見逃せないですよね。いやー、これは見事に相手カウンターを阻止しましたよね。これはディフェンスのファインプレーでしたよね。数的に不利な状況でしたからね、見事でしたよね。Substitutions taking place.
当たればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。メッシカット、うわ、取らないですね。まあクリアが精一杯ですよね。さあカウンター、この時間に1点が欲しい。これは合いません。名古屋としては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね。また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね、はい、奪いに行きます。桑崎、ここは競り勝ちます。さあ繋がるか。さあカウンターを仕掛ける、ここは繋がりません。ルーベン・ディアス、さあクリスティアーノ、シュート、決まった、勝ち越し長崎。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。長崎が最初の交代カードを切ってきます。緊張感のあるゲームですからね、選手交代をうまく使って先手を打っていきたいというプランですね。さあ長崎、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。長崎ボールです。と呼んでいた。パスをつなげます。イジカルジュニオ、裏へのスルーパス、頭できた、ドゴールポスト入れてきた。そのままキーパーが抑えました。長崎としてはいい形作ったんですけどね、リードしている状況なのでもう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。キーパーからロングボール、これは奪い返します。さあクリスティアーノ、これは合いません。これは旗が上がっています。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。この大事な試合ですからね、選手交代で主導権を持って進めたいんでしょうね。ここはつながりません。裏を狙う、さあフリーだ、シュート、いやー追加点、長崎決定的なゴールになるのか。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。さあ長崎、勝利へと導く1点となるのでしょうか。いや時間帯がいいですよね、はい、この時間での2点差は精神的にも楽になりますよね。大きな1点ですよね。そうですね。ロドリ、このボールをカットします。ファビオ・カンナバーロ、三笘からレオン、どうだ、チャンスになる。ここはすぐ奪い返します。
米田、クリスティアーノ、クリスティアーノから右サイド、さあエズガルジュニオ、バウド、ここはカットします。スピード上がってきますよ。久保、流れを止めます。長い長い笛が吹かれました。試合終了です。3対1、長崎、プレッシャーのかかるゲームを見事制して突破を決めました。北澤さん、今日のゲームどうでしたか？長崎としては最高の結果になりましたよね。選手も重圧を感じていたとは思うんですけども、冷静にプレーして結果に結びつけてきましたよね。これでまたチームとしても一つ成長できると思いますけどもね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時が来ました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が見事に突破を決めています。